はい、どうもヒロです。今日も Vlog、 いや違うな、久しぶりのヒロドラかな。先ほどですね、機材車に、ドラムセットやらギターの、機材やら積み込み終わりまして、今自宅に帰っている途中なんですけれども、まあしばらくね、運転時間があるのでちょっと雑談しつつ帰ろうかなという感じでございます。はい、ということで、なんか真っ暗でね、何にも見えないとは思うんですけど、まあラジオ感覚で聞いていただければなと思います。はい、昨日の動画でも、言いましたけれども、ヒロのねサードソロアルバムオープンワールド、昨日発送しまして、予約購入していただいた方の、皆さんのねお手元にもうきっと届いてるであろうと思われます。はい、ということで、CD のね、パッケージやらグッズやらね、おまけたくさんついてますので、あとはね、サイン色紙、イラスト希望の方には、カラーでイラスト描きましたのでね、その到着のね感想なんか気になるところではありますね。イラスト気に入ってくれたらいいなと。ちゃんと描きましたからね、指定の動物を、はい、皆さんのお好きな動物をちゃんとね手書きでカラーで色をつけて書いてますんで、まあ、気に入ってもらえたら本当にね嬉しいんですけども、まあね、ただ一人、お一方ね、お一方、お任せっていう人がいたんで、じゃあお任せでいいんですねということで、自由に書かせてもらいました。なのでその自由度のね度合いっていうのは人それぞれ違いますから、まあそれを気に入っていただけるか否かっていうところでね、ちょっと心配ではありますけど、もしね万が一ふざけんなこんなイラスト頼んでねえよみたいな、もう思ってたのと違うという場合は書き直しますので、はい、その時はねコメントください。はい、クレームを教えてくれればまた書き直して送りますのでね、気に入らなかったら言ってくださいね。はい、お任せの方に向けて言ってます。はい、まあ、だからあとはそうですね、まあ CD のねデザインなんかも結構ね電子パックでちょっとコストは高くなっちゃうけど、ね、デザインにこだわって電子パックでね今回も作りましたので、前回同様ねそれも気に入っていただければ嬉しいかなっていう感じですね。はい、で、いよいよまあ明日なんですけれどもね、ヘッドフォンプレジデントの久しぶりのワンマン公演、初台ドワーズでやるんですけれども、まあ久しぶりなんでね結構ね、ギターなんかも普段使わないようなねギターを準備したりして、はい、明日皆さんお待ちしておりますので、もちろん曲数も多いですしね、アンザさんが張り切ってこうね、もういつもとちょっと感じの違うセットリスト組んでたので、まあ、演奏する方もねちょっと難しいんですけど、まあやりがいあるかなっていう感じで、はい、皆さんをお待ちしておりますので、はい、ぜひね会場で、ね、熱狂を共有できたらなと。Thank you.
しておりますので、はい、明日会場でお会いしましょうということで、はい、あとは何だろうな、あとは何だろうな、まあそうだね、新グッズもありますね、ヘッドホンプレジデントの、新作 T シャツ、物販で、初お披露目ということで、オンラインではもう予約受付等してますけど、まあ、実物が物販に並ぶのは、明日のねワンマンが初めてということで、はい、そちらもお楽しみに。で、私ヒロの、オープンワールド T シャツの白バージョンも、まあ本当数少ないですけど、あの初お披露目で、物販に置きますのでね、もう本当申し訳ないです、 S2 枚 M2 枚 L1 枚しかないです。なのでもう早い者勝ちで本当すいません。だからとりあえずワンマン終わってまたあの量産したらウェブショップヒロストアで買えるようにしますので、はい、取り急ぎね、まあ明日ね来場ご来場される方は早いもの勝ちにゲットできますので、まあ、よかったら物販コーナー覗いてみてくださいと。あとはそうだな、あのオープンワールドの CD もあの物販で買えますので、そうだな、はい、そちらもチェックしてみてくださいと。で、CD にはステッカーが入ってます。はい。で、そうだな、会場でフルセット欲しいっていう人はいないと思うので準備してないんですけど、いるかな？黒 T シャツがね、ないんですよね、ちょっとね。白 T シャツばっかり作ってて黒 T シャツの在庫がないので、ではフルセット会場で買うっていうのはちょっと無理ですね、ごめんなさい。ということでね、ライブ終わったら T シャツどんどん量産しますので、はい、ウェブショップでねお買い求め予約いただけるとありがたいです、はい、ということでね、明日ワンマン公演ということで、はい、前日のね心境と、抱負というかね、あのおすすめ物販グッズなんかのご紹介をさせていただきましたということで、はい、明日ワンマン初アイドアーズで会いましょう。本日もご視聴ありがとうございました。なんか暗すぎて